はい、極楽湯やってまいりました。今日はですね、和光店です。こちらはですね、アロハピチャンネルさんが確か行かれてた、お店ですね。私は初です。この、和光店は初なので、ぜひこのしっかり楽しんでいきたいなと思いますが、いやーでもこの旗のやり方が、でも煉獄さんがなんかちょっと大変なことになってますが、旗のなんか立て方すごくいいですね。はい、煉獄さんももうちょっと、ね、木から離れて、でも、カナオが見えない。カナオも見えなくなってる。これも風でなっちゃったのかな。はい、じゃあ行きましょう。早速行きましょう。いやー、やっぱりないですね。手ぬぐいセットは、グッズもかなり終了したのが多いです。残念。手ぬぐいはもう売り切れちゃってますが、この入り口に。ね、こうして展示をされております。僕は牛脂のだけで終わりましたね。はい、グッズの置き方が素晴らしく、なんか綺麗ですね。この和光店は、いやちょっとこれは買っていくか。まあありそうなんで帰りでもいいでしょう。はい、ちょっとね、帰りにじゃあグッズ購入したいなと思います。これすごい綺麗。その位置がなんかの野菜売り場的なところにありますよ。いいですね。はい、と売店の前に、あれかまぼこ隊しかいない。他は違うところにいるということですか。はい、お食事亭になります。ちょっとね、鬼滅の刃メニューを行きたいなと思います。はい、この休憩どころにね、いろんな、この3もありました。はい、ちょっとせっかくなんで座敷の方にさせてもらいました。はい、じゃまたここもね、このタブレットで頼むタイプなんで注文したいなと思います。どこだどこだ、コラボメニューどこ、これだ、期間限定メニューでしょ。え、ちょっと待って、どこ、どこ、どこ、わかんないのこれ、どれ、どれ、コラボメニューが、ちょっとわかんないのこれ、ちょっと待って、ありました、鬼滅の刃が。じゃあこれだな、富岡牛、そしてドリンクで忍さん行きましょう。はい、はい、おう、そう、 OK ですね。はい、っていうかボトルドリンクもありますね。やばい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 。ちょっと待って、ボトルドリンクいくか。じゃあでもこれなんかありそうだな、帰りも。ちなみにさ、煉獄さんって51なんだ。嬉しい。この番号で選ぶか。ちょっと考えます。では本日のメニューやってまいりました。これ胡蝶忍ぶブラッドオレンジジュース、これあれですね、この前スパイファミリーカフェ行ったんですけど、オレンジジュースはヨルさんと一緒です。忍さんとヨルさんが一緒ってすごいですね。偶然とは思えない。そして、富岡牛の黒毛和牛ローストビーフの冷麺ということで、はい、こちらもね、ちょっとまずコースターを開けたいと思います。じゃあコースターを開封します。誰だ、いや天元さんかぶった、誰だ、来い来い、富岡かねずこ、あ、煉獄さん、すごい、めちゃくちゃめちゃくちゃいいいい組み合わせなんだけど、俺の求めてるものじゃない。もう求めてない。煉獄さん3枚目、やばっす、やばっす、やばいっす。
はい、煉獄さんが3枚目になっちゃいました。今日のやつをね取っておきます。はい、じゃあ早速食べます。はい、じゃあちょっと救出します。はい、じゃあしのぶさんメニューとね、義勇さんメニューっていうことで、はい、この義勇しのの私ね、あの手ぬぐいも義勇しのだったんで、すごいね、おーすげー肉厚、めちゃくちゃ肉厚です。ローストビーフいただきます。うん、すごいボリューム、いいっすね。青、水の呼吸のようだ。うん、おいしい。ブラッドオレンジジュースも、なんか炭酸ですね、炭酸のオレンジジュースです。じゃあさっき買ったねこの牛乳瓶のまたシリーズを開けたいと思います。さあ牛乳瓶は誰だ。おー、ねずこです。ねずこ来ました。持ってない牛乳瓶の蓋、こっちは牛乳瓶型。ほい、天元様です。いやいいですね。いや引きはいいんだよね、引きはめちゃくちゃいいんですよ、はい、これなんすか、これスープ飲むよ、スープも青い、まさに本当に水の呼吸です。うん、美味しい。なんなんだろう、この冷麺にバッチリ合うこの塩味のこの青いやつは何なんですか。めちゃくちゃ不思議ですね。これ1回の食事で柱集結してたわいい引きなんだけどね、ちょっとこれが義勇来てくれ、コースターねずこも。はい、ごちそうさまでした。ではですね、校長忍の湯に入ってまいります。足つぼのところに煉獄さんがいらっしゃいました。階段を上がると、なんか一番見やすいか、今までこの旗は一番見やすい感じで、ほらこういう感じでね、展示されてるので見やすいですね。あ、分かりますね、行こうとしてます。あ、そして上がっていくと廊下は走らないからの、あ、ここにみんないるね、柱とかな、階段を上がった先、この一息どころを守ってらっしゃいます柱が。はい、胡蝶忍の湯入ってまいりました。待って、ボトルって完売してんの、ここにはあるけど、これ何の、え、なんでここにあるのにご好評につき完売いたしました。まずいけどね、胡蝶忍の湯、いやなんかすごくいい匂いがして良かったですね。ただね、あの金尾の湯の時にも思ったんですけど、ちょっとあれね、あの忍さんの絵がめっちゃあるんですよ、はい、なんで、ちょっと恥ずかしいです男湯にね、まあキャラとはいいっていう感じがしました。ちょっと待って、これちょっと頼んでみるか。いける、ちょっと待って、これで、今んで、したら富岡頼む、これいけんのか、
え、なんでなんで完売って書いてる。いや、行ってみるか。とりあえずやってみよう。なんか言われたらやるよ。はい、やっぱないみたいで、予約販売になるって言われたんで、あるやつにしました。なんと、うずいさんがあるらしいので、うずいさんのやつにしました。フラワージャスミン。持ち歩くにはお茶の方がいいかな。ボトルドリンクもゲットしました。天元さんです。さあ、ちょっとマジ、コースター頼むぞ。根津子か。富岡来てくれ。来たな。やったで。やりました。これであと根津子だけです。根津子が来ればコンプです。交互期待。じゃあちょっとフラワージャスミンティーいただきましょう。風呂上がり。なんかすごいさっぱりですね。一番いい感じです。というわけであとは持っていきましょう。はい、富岡義勇のアップルレモンスカッシュですね。ちょっといただきましょう。あ、うまっ。なんかすごい不思議な味がします。さあ、コンプチャレンジ。根津子でコンプ。うわ、まあ引き的には揃ったんだけどね。この2人の義勇のがすごいですね。はい、やばい、今日めっちゃ持ってるぞこれ。はい、しのぶさんのパフェも来ましたね。はい、ちょっとこのすごい今日義勇がすごいから、マジ手ぬぐい持ってくればよかったってめっちゃ後悔してますけど、ちょっと並べてみます。はい、今日だけでこんな感じです。別に今までのやつ持ってきてません。もうこれで私初日手ぬぐいは義勇だったんで、やばいっすね。もう義勇の推しに変わろうかなって思うぐらいですね。はい、素晴らしいです。今日の引き義勇忍ぶだらけです。じゃあ早速ちょっと救出。こちらもお貸しいただいて、もうすごい、これも忍ぶのアクリさんの顔って思います。はい、これ自分で切らなきゃいけないですね。え、ちょっとなんかあんまりちょっと取りながらだったら大変なんでしょう。切ります。はい、何度か切れたんですけど、これパイがあったかくて、これなフォークより パイがあったかいから、これアイスがどんどん溶けていく。やばいやばい。ドルチェピザですね。紫芋のカスタードのドルチェピザ。うまっ。紫芋がいい感じの味を出しているいいですね。早く食べないとアイスが。ごちそうさまでした。すごくですね、美味しいピザでしたね。こんな、甘いピザを初めて食べました。いや、ほんとこの義勇の感すごくない？もうこれ買いますよ。しのぶさんのアクスタがこの後買います。もうこんなに揃えられたら。そして、さあコンプチャレンジ。2度目のコンプチャレンジ。根津子ならコンプ。煉獄さん2枚目、今日2枚目、これで4枚目。ちょっともう上げようかなみたいに。やばい、まだまだ続きます。まだ来週ちょっとあと鶴見と、
何個か、ちょっとあと2軒ぐらいこの期間中に行くので、そこでコンプできればなと思います。はい、結局ですね、しのぶさんのアクリルスタンドも購入しました。もうこれ今日買っただけですよ。はい、それでこんなに揃っちゃったっていう、まあ運だな、コースターぐらいか。あとは料理とかなんでね。はい、でも胡蝶しのぶの家に入って、そしてグッズもこんなに牛しのばっかり手に入ってっていうことでね、すごくいい、レポになりました。極楽湯和光店、非常に楽しかったです。さあ、いよいよ、来週までですね、休日は来週までなんで、もう来週が最後になるかなと思います。ではでは皆さん、極楽湯と鬼滅の刃のコラボ、最後まで楽しみましょう。ではでは。